고고시오마로 온 신모 고시 하나리 떠떠고싱어 渡してやってくださらんか。じいさんや、じいさん、ほほう、年の加減で大層お耳が遠いようですな。誰が問いだ、誰が聞こえねえと言うただ。我の言うことはな、さっきからよく聞こえていただが、わざと黙っていただ。 おめえのようなものを、この船に渡したら、船が汚れてしもうわ。わしの気に入らねえものは、何様だって渡さねえだ。けらせ、けらせ。<笑>そうすると、わしはあんたの気に入らんと言われんのですな。気に入らねえだよ。どうして気に入れません。 我が来ている、長生楼の浴衣がでいち気に入らねえだ。我は知るめえがな、長生楼にゃ、おしろい癖、すべた女たくさん置いて、村の若え者を引っ張り込み、酒をすべて金を取る。今まではな、この県でも、模範村だと言われたが、 この村の今日この頃のさびれ方、若え年頃のせがれを持つ親たちは長生楼を恨まねえ者はねえくれなんだ。わかったか。お前やからとてその年で 女性楼に泊まり込み、先に溺れて女に迷い、うつつを抜かしていることだろう。孫に意見をすると自然 心のつかぬとは見下げ果てたる色吉が愛名と乃木将軍も露知らず切ったたんかのあすごいこと。 おめえのような色気違いをこの尊い船に乗せりゃ持ってねえ話だが、天皇陛下様に申し訳がねえだ。なるほど、聞いてみれば、わしは大層評判の悪い宿に泊まったものじゃ。早速にも宿を取り替えましょうが、だが今あんたは 天皇陛下様に申し訳がないと言われたが、それは一体どういうわけか。我のような者に話をしても分かるめえが、聞きたげりゃ聞かそう。謹んで聞いてもらえてえもんだ。
공이 밀와요시다 물어 わしは好き作とて女房に早く先だたり。 仲良く睦まじく岩に暮らすそのうちに日露の戦が始まって我は招集されました。
親父、おめえもわしらが話で寝てんな。それでこそまことの人間だ。それから間もなくな、500円ちゅう恩金が下っただよ。無駄に使っては申し訳がねえと3日3晩考えた。ところがな、親父、この川は上一里下一里行かなきゃ渡る橋がねえだ。目と鼻の吉田村、わざわざ遠回りせずとも、このお金で船一艘作って、村人一同無線で渡してやんべえと、村長様に相談ぶったらな、白牛どんあいれえ人だ。後に大将も様みてえな、いれえ人だと褒めてもらえましただ。ところがな、船は300円でできましただが、まだ200円ちゅう金が残っているだ。石屋に頼んで中古にし建てべえと相談いたしましたところが、どうしても300円べえかかるというだ。足りねえ金は無線で渡していても、中には1000五輪と置いてゆく人もあるだ。塵も積もれば山、今では28円50銭あるだよ。あと71円50銭たまりゃ、せがれ一人でね、戦死した人々の忠魂師が立ててやりてえとな。おっ、うお、朝は朝ぼしいただいて、60過ぎたおいのみが六回握って働くも、これもせがれのなき玉を慰めやりたい。あんすん、親心、you